お互いにね、頑張って始め。さあ、準々決勝にふさわしい好カードです。日本重量級を背負ってきました荒田翔輝、そして優勝候補一角ロシアアンドレイ・ルジン。さあ、早速この突きでの戦いということになりました。木山さん、はい、予想通りこの近距離での突き。そうですね、本当は予想した通りになってきましたね、はい、ルジン選手も荒田選手の突きが強いのは分かってるはずですよ、そう構えなしですね、はい、荒田はこの下突きで4回戦5回戦と相手の戦意を喪失、あるいは技あり、そういったところを効果的に打撃を当てていきました。対するルジンもこの距離を詰めての突き、影突きですから、この突きと突きとの激突ということになるかもしれません。さあ、木山さん、はい、このような突き同士のこのタイプが相まみえるというときはどういったところがポイントになるでしょうか。そうですね、本当にもう我慢比べというか、ここまで来ると、はい、お互い今打たれ強いですから、本当どちらが手を止めずに最後まで突きを、ね、出し続けられるか、でまた果てはね、この打たれ強さに自信がある2人がね、それでも効かせてしまうような突きを繰り出すのか。あ、そして膝だ。今の膝は気をつけたいですね、ルジンの膝が飛んできます。ルジン選手、あ、そして後ろの滑りかすめた、膝だ。ルジンの攻撃、この回転力が止まりません。少しずつ押されているか荒田翔輝。3度目の正直、これが年齢的にラストチャンスだと話をする32歳の荒田翔輝。日本の重量級をずっと背負ってきました。世界の頂を目指して、極真最強の男を目指して稽古を積んできたというこの荒田翔輝。ただルジンの回転力、そして突進力、さあどちらが勝るか。ルジン選手打たれ強いですね、はい、本当にはもう荒田選手の突きをね、ものともせずに、はい、本当にガンガン仕掛けてきますね、まあ幾多のこの猛者たちを沈めてきた荒田の突きなんですが、ただルジンが返します。この頭を寄せた状態からの上段の膝蹴り、はい、これがもう厄介ですね。そうですね、一撃必殺の膝もあります。一瞬見せたね、後ろ回し蹴りも非常に鋭いものがありましたから、はい、相手選手もね、やっぱ警戒するとやっぱ新たにしてもね、攻撃がね、攻撃に集中できないというか、はい、的の威力もね、少し弱まってしまうのかなっていう心配もありますね。さあ、若きロシア空手エリート優勝候補一角というふうに言われているこのアンドレイ・ルジンの突き、対するは日本の重量級をずっと背負い続けてきた荒田翔輝、意地の突き、ルジンの回し蹴りです。残り30秒、さあこの30秒を制するのは果たしてどちらか。最後お互い出てきますよ。さあ、思いが炸裂、交錯する、いけないですね、突き突き、斬新どうか。これは技ありではありません。押し出すのも、ただルジンが前に出る、ルジンが前に出る、荒田が受ける、あなたが本当ポイント、これを受けてみせる。互いの思いが交錯するこの舞台の上、ルジンが回り込んで突き、ルジンが回り込んで突き、あなた返す、あなた返す、これまでの空手人生の全ての思いを込めて返していく。あなた、しかしルジンの膝、最後はルジンが膝を放ったところで太鼓の音。さあ、準々決勝、実力者同士の一戦、荒田か、それともルジンか。判定取ります。判定、赤い旗3本、大歓声、主審も赤、四強の一角荒田翔輝を沈めて、ロシアの若き空手エリート、ルジンが準決勝に駒を進めています。